さつまいもの美味しい焼き方。お芋を洗ったら濡れたキッチンペーパーでこんな感じでくるみます。そしてアルミホイルで包んでいきます。この濡れたキッチンペーパーが重要です。そしてオーブンへ。ほくほく美味しい焼き芋ができました。本当は手でごわっと半分に割りたかったんですけど、熱すぎたので包丁で切っちゃいました。お花の形みたい。美味しい？熱い？まあ、うまい、うまいですね。熱い。あ、甘い？うん、甘い。びっくりする甘さではないけど。さつまいもはトレーニングにいいんでしょ？トレーニング GI 値が低いので、まあ太りづらい。腹持ちがいい。太りづらいけど甘くて美味しい。最高かよ。はい、ありがとうございました。